ください。皆さんも僕が核研中であろうといついかなる時も皆さんの優先ですので、もしこれ北斗無双っててへそ掘りを満タンでも全然受け取ります。へそ落ちした方が美味しいです。あ、どうも、あの YouTube から見させてもらってるんです。ありがとうございます。ちょっと差し入れとかないんですけども。あ、全然いいですよ。もう見てくださってるってのと会いに来てくださるのがすごく嬉しいんで、はい、皆さんも差し入れなんか気にしなくていいから、差し入れなんか気にしなくていいから、差し入れなんか気にしなくていいから。甘岐阜はゼロでした。なんで持ってこないんだよ。あとビール本当に嬉しいんで、ビールの差し入れも待ってます。好きな銘柄はプレミアムモルツか一番搾り、第3のビールでもいいんですよ。本麒麟とか、あとね、あのアサヒのなんとかリッチ、うんたらリッチってあるんですよ。その安いビールの全然ありがたいんで、よろしくお願いしますね。リンゴのマークのカードすんげー欲しいんで、よろしくお願いします。あと欲しいものリストに iPad 多分近々入れるんでそっちもよろしくお願いしますあ、もしくはなんぞ、あ、これいらなくなったって iPad あったらうちに送ってください。中古でも大丈夫です。こじっていいじゃん。見てくださってるってのと会いに来てくださるのがすごく嬉しいんで、皆さんも差し入れなんか気にしなくていいから。はい、ライバラジリメンジャゴだ。この星が目印でございます。ライバラジャゴだなんですよ。僕もねコスプレイヤーとして頑張っていくね。でジャイロ軍団で協議したんですよね、どうするか。サトシさんは漆黒で最初漆黒座ってたんだけど、2回当たって2回とも速攻落ちして心が折れたってことで、ほんで言うとこのラッシュ終わったら日暮らし行こうかと思ったんですよ俺。その日暮らしを進めておきました。今サトシさんは日暮らし打ってて結構回ってるようですね。ストーカー君も最初漆黒打ってたんだけど、やっぱ弦に行こうってことで、漆黒も良かったらしいんですけどね。弦に行って、弦も悪くはないんだけど、22ぐらい回ってたってこと、悪くはないんだけど十分プラスなんだけど、ちょっとねアマデジライドミドルコーナーが面白くて、仕置き人とか鬼武者も多分あれ頑張ったの、妖精さんが。あとミニミニモンスターも多分頑張ってる。で一番まず絶対これだと思ったのが日暮らしだったんだけど、日暮らしの他に威風堂々、同じようなゲージしてるニューギンさんの台と比べても絶対に良かったんだよ、ギフが。でストーカー君にはどう、ちょっとギフやってみないって。22悪くはないけど、まあ何千発ぐらい獲得してたし、ちょっとライトミドルで遊んでみないところで、ね、今ライトミドル進めてきました。さてここで僕はケージを頑張りたいと思います。この証見せてみよ。あー終わった。あ、でもどうなる？で、基本的に当たる時でも多分秀吉が多いと思うんだよ。で、おそらくちゃん、俺赤ドロップ出と、チャンスアップ出にくくしてると思うね、101回転以降おそらくね。で、赤ドロップが出ただけで大チャンスじゃないかな。あ、金だ、大丈夫、当たった。金は濃厚でございます。で、ありがとうございます。隣の視聴者さん拍手してください。やった292回転。僕の仮説が入っちゃいますけど、101回転以降はチャンスアップをものすごく出さなくしてるんで、今赤テロップが出た時点でこれ、これ行くんちゃうかと思ったら行きましたね。これで1万6000パスオーバー、やっと。どうですか皆さん。結構前任者の方はなんで辞めたんだろうって。またそんな言うたらまた炎上しますよ、炎上。タイミングもありますからね。時間ぐらいだ。23、4ぐらいあるんじゃないか。あるあるある。じゃあ全然まだ3000円ぐらいしか売ってないけど、もう全然24、5ぐらい回るぐらい感じだけど。最初やっぱメイン見てこうと思って漆黒見て全員漆黒いいなと思って座ったんだけど、弦は22、3ぐらいだったな。うん、
悪くはないよ。ゲームはなんか全体的にちゃんと遊べるような気がする。ゲームと初代の人は今日そんな感じだね。うまそうな人たちがずっと言ってるから、うん、でさ、北斗さんスリーもちょっと見たら一段いいのあったの。粘ってる若い人なんか今日ボックスでやってるって感じじゃなくて、その全体に散らしてる感じがあるし、で無双も多分5、6台多分空いて、うん、明らか空いてそうなんは僕は感じました。せっかく僕朝回してたんですよ1台目ね。まあ21ぐらいでやめたから、21で、はい、あの2回初当たり取って、で2回とも格言やって飛んだっす、落としてもうたの。僕泣いたっすよ個人的に。こっそりとあの漆黒でA 取れたら、次しあれなんだっけ、日暮らしと迷ったんですよ朝。絶対あれも回ると思ったから、おうおう、やっぱ思いました。あの日暮らし、あの日暮らし、あのバラエティ、あの大地さんの芸術って元が甘いみたいで、普通あんなに開けてないんですよ。もうあそこあれだけ開けてて、他のそんな悪くない、他の日暮らしとかと比べても、同じ大地さんの芸術と比べてもあそこだけあからさまにおかしいから、これ絶対20何から近くあんじゃないか、漆黒とどっちにしようかなと思って、うん、でもやっぱ漆黒リベンジかなって。あれ重いですもんね漆黒、わかりますわ。どっかでやりたかったんですよ、はい、僕今その日暮らしかな、日暮らしの219の方行って、まあ、回してたら3000しか売ってないですけど、今 25.5 です。今俺の〇〇は正しいですね。だから本当にキャプテンさすがっす、妖精でしょ、妖精、いや俺の妖精読み落ちそうにない感じなんで、多分まあ22、3ぐらいで落ち着くんかな。落ちても2だと思ってるんですね僕。だから25万円がいくらなんでも、それより23は鳴らせばいくと思うんで、もうちょっとだから粘ろうかな、うん、うん、あれはとりあえず僕のはちょっとすいません、当たりが早くすぎてよくわかりますね。22、3ぐらいのペースはいけそうですけど、最初のところに 5回転で当たって、次が30回転ぐらいで当たっちゃったんで、視聴者の人が今日ほらまた多いでしょ、あのなんかめちゃくちゃ調子いいからみんな残念だってるおかしな。これ買ってほしいですけどね。視聴者の人4人ぐらい俺にも声かけてもらって、なんかめちゃくちゃ調子良くないですかみたいな。何ですかこれみたいな。俺も何ですかだよ。いやね、回転率だけだったら絶対日暮らしだと思ったんですよ。はい。軽重。ただ日暮らしはあんまり打ってなくて、ここのところはにわかにわかって戦まくってる。ちょっと疲れてますコメントが。やべえ。にわかはやっぱされたな。あちょうどいいです。いただきます。一応欲しいのをつけたんですけど、まずケージが585、575、572、無双3が558と555かなと、日暮らしのライト56番台、ミニミニモンスター53番台、仕置き専業の人多かったですね。なんか多かったですね。めっちゃ多かった。どれだけ散らばしてるか面白いよね。他の台も決して悪くはないし、まだ全然チャンスありますね、うん、まだ空いてるなーいうの結構あるし、うん、だってアンコールラッシュがまだ空いてるって正直思わなかった。そうですね、うん、まあもし次回とかあんやったらもうちょっと増えます、まあ、みんな多分分かってきてると思います。今日来た日はラッキーですね、うん、アンパイアを求めるんだったら多分無双なんですよこのお店。僕も最初は無双行きますけど、やっぱ最初は無双ってなりますもんね。どれを打ってもマイジャグラーで言ったら設定3ぐらいかな、十分他のお店で無双打つよりはこのお店で打った方がいいと思います。でその中で仕事っぽいのもありますもんね。よし、お腹いっぱいになりました。じゃあちょっと店内状況を見て回りましょうか。でさすがにね、平日の土平日なんですけど、8がつく日はなんかいいとのことで、今日もね十分お客さん来てましたけど、見ていきましょう。まず1パチコーナー、結構ね、うん、やっぱね、1パチコーナーって基本的に遊びたい人が多いから、遊べるぐらいにしかしてないことが多いんだけど、結構見た感じ良心的な妖精さんのようですね。ラストゴールド悪くないんだけどね、今日はちょっといまいちね。僕が打ってる台がこれですね。今ね5年配のお客さんもある程度
状況が良くないな打たないんだけど、カード台なんて689も回されてるってことは、おそらくあれ結構回ってたんだと思うんだよね。回んなかったらあそこまで打たない。多分3万円であれだけ回ったんじゃないかな。無双3も結構稼働してるようになってましたね。初代北斗無双は強いな。回されてる台が多い。トワルは今ちょっとそんなに座られたのに見えて、トワルってさやっぱ優待向きだから1回当てるとみんなやめちゃうんだよね。ただ前代1回は当てられ、ここ以外当てられてますね。でみんなやめちゃってる感じです。あそこの4代目の方は今670まで回してるから多分回ってるんでしょう。で今日はね割とこのバラエティに、バラエティがなんかやっぱみんな気づいてるのかな。多分これ回ると思うんだけど。で我らが軍団が今休憩中ですけど打ってます。でこれがストーカー君が今打ってますね。これも回るみたいです。今そんなにお客さんいないように見えて、こことね隣のバラエティが結構あこれ打てるなってのが多いんで、こっちよりでもあっちなんだよな。こっちも悪くないけど、アイマスはやっぱ厳しいよな。さすがにでも平日でも5割ぐらいの稼働があって、その中でこれだっていう台がゴロゴロ転がってて、しかもまだ空いてるの空き台もあったのよ。これは今パラダイスですよ。いいですか、どんなにいい台が設置されてても取れなきゃ意味がないんですよ。取れるこのお店は今ね。やっぱねちょっとどこのお店も今スロットは苦戦してるみたいだけど、こちらのお店スロットも頑張ろうとしてくれてるんで、結局当たり台があって稼働がちょっと足りないイコール、今からうちに来る人はチャンスなわけよ。ジャイザーが来る日は大チャンス。まあ8がつく日がいいみたいなんだけど、8のつく日はぜひともこちらのお店に来てみてください。パチンコもスロットも狙い目がありますわ。じゃあ漆黒に戻ります。聞かぬ媚びぬ帰り見ぬ。お疲れ様でした。やっぱ村がひどいな。1回目と2回目のあたりはボーコスカ回ってくれて20半ばぐらいあったの。まあでも合計で500発しか使ってなかったんだけど、今500発使ったとこで36。まだその後やっと入るようになってきたんで、やっぱ22、3はありそうですね。ちゃんと刑事漆黒液晶もでかくて、保留さんが入った瞬間に止めても結構盤面に弾が飛んでるから、本当にめちゃくちゃ回る台だったら、今保留2で止めてみたの、また一発打っちゃって飛んでるけど、保留2で止めてもこうなったぐらいだからね、しっかりしっかり打ち出しを止めていくことも肝要です。で昔はほらスマホとかなかったじゃん。そん時俺パチンコ打ってる時何してたかなって思ったんだけど、妖精さんが頑張って仕事してると、あの打ち出しを結構頻繁に止めなきゃいけなくなるから、スマホいじってる暇がなくなる。だから昔はあれか、パチンコ打ってても退屈しなかったんかな。だから1060回る台掴んだこととかあるって言ったじゃん。ああいうの掴むとねこうなるんですよ。やっぱ村ひでえな、もう漆黒は。だからね、なかなかね、いい台かどうかの判断がつきにくいんですよね。今日は面白い妖精さんがちょっと僕に挑戦状を叩きつけてきてて、結構いろんな島にほら当たりあるぞっていう状況っぽいんだけど、他の台と比べてこの台の状況が良かったから座ってるんだよね。だから根拠があるから打ててるけど、今ちょっとこれで750発だから3000分で、今上皿ちょうど300円ぐらいもあるかな。で51、このペースでいくと今は18から19ぐらいのペース、もしかしたら捨てちゃってるかもしれないね。もう少しあると思います実際は。ただ本当難しいこの台の回転率の把握。上がってはきましたね。おっおっ、戦狂いゾーン 47%。 ここだとしたら弱いぞ今。でもいいんだ、白しか出てないからギジルな。あ、つかこれはギジルべ。あ、つかお松の前はギジレンか。でこの戦狂いゾーン激圧止め、おい止めろよお前。戦狂いゾーンで最終形濃厚なんです。で最終形濃厚演出が出た時はまずギジレンすることが大事なんですよ。でできれば、あ、花だな、絶対花だ。で最終形濃厚演出が出てたら基本的に擬人にで終わることはありません。微妙です、上が金じゃなければやばい。あ、金、これはギリ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 で、こえおお号泣、これもいいっす、いいよ。レンダー、これでる、あーガブッガブッ、ストーリーリッチ、うおー。まず戦狂いゾーン入りましたね。最終形濃厚演出が出てギジったらギジさんします。でギジさんした時に大事、刑事出てこい、刑事
あ、出てこない。疑似算したら金がどこかで出てこないとダメです。でリーチ後も大事で、あとリーチラインも大事です。後期とか激アツとかあるんだけど、後期で足ります。であとキセルが必要になってくるけど、今のルートだとキセルが出たかわからない状態になってるんで、キセルが出てたか今分かってません。だからキセルが出てたかどうか分かってないから、信頼度は十分保ってます。で、フンヌの一括は激アツ。ケージカットイン欲しいんだよな、イルミ頼むよ。足りてるとは、いや足りてるとは思うんだよな。で、絶対リンケージになります。いけ、いやキセルが出てなかったんかな。ボタンバイブね。あ、でもタイマー湧くと疑似さん対応。え、でも疑似さん対応なのかな。疑似さん対応じゃねえ方がいいんだけど。あ、疑似ルナ、疑似ルナ、あ、うわ疑似っちゃった。あ、でもバイブし、あ、9時スペシャルカットインが途中で入った。一気に熱くなった。これなら疑似さん対応でも強いよ。最終形濃厚予告が出たんで、で最終形濃厚予告出てるんで疑似2で終わることはない。だから絶対継続しちゃいます。もう一回タイマー来て。マジかよ、で赤かよ、ダメか。いや弱いな。赤ボタン、どこで出ても赤ボタンはチャンスです。緑森、これはだい、オッケーオッケー。秒スイッチ。いやー、やっぱちょっと金が足りないが、ケージがわからない。これスペシャルカットイン、ケージボタンはトータル信頼度 60% で、スペシャルカットインだと 47% と下がるんですけど、他のに行けば6割7割も超えるんで、これはある、あってもらわないと困る。ねえ、この時あの秀吉党と C のやり取りって、なんか秀吉がいじめてるように見えるけど、この2人は大の親友なんで、ちょっとねみんなね秀吉と年の中よくねえんじゃないかみたいにな思う人多いかもしれないけど、刑事だけ読んでると実際この二人親友だから、秀吉が亡くなった後年がいる間は家康行動を起こせなかったんだよね。で年が亡くなった途端に行動を起こしたことから、秀吉と家康の、あ、秀吉と年の仲は良好だった。ね、ストーリーリーチ2周の方でもこっちはさっき外したやつに弱い方です。で、ストーリーリーチは最後リンケージになります。まあちょっとね理由はある程度わかるよ。まず2度目のタイマーがガセたことと、あとやっぱ変動中の赤予告だね。キセルもでも今のはちょっと言ってほしかったな。350まで頑張らせて、お、チャンスだろこの保留。さあ何になるかな、何が出る。あとボタンバイブください。 SP 刺さる、よし、ボタンバイブ来た来た、本当に来た本当に来た。でクロス、これもいいよ。タイマー、これ疑似さん対応のタイマーだと思って、グッドグッドグッド、素晴らしく赤保留、緑保留か、はい。ちょっと待ってくれよ、これダメだ。これは微妙ですね、つかやばい。なんでかっていうと、ボタンバイブはすごくいいんですけど、疑似連を経由してないんですよ。初代新花の刑事も連でも言えるんだけど、リールロックは疑似らないんだけど、リールロック絡んでなかった場合は疑似連を経由しないとものすごく弱くなるので、キセルもないでしょ、つかキセルがほとんど出ないんだよ疑似らないと。だから基本的に疑似さんは必須になってきます、この台王道で当たる場合は。だからボタンバイブは出たけども、これは足りません。だからさ、ハリネつってんじゃん。あ、でも KG フラッシュ出た、出るだけでいいんだよ。これ強ロングってやつです。兄と弟。できればドデカスカットインが入ってほしいけど、多分ドデカ出ないし、ドデカが出ても足りないと思うな。ドデカはないっすよね。残念。うお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 う。
よく当たったな。まあボタンバイブはあったけど時短かな今回は。ただね、転落タイプって実は時短もそんなに嫌じゃないの。だって時短中に当たれば2400でもらえる上に楽じゃん。転落に怯えることがないから。あ、レーバーを押し込み、この文字は必ず赤のようです。ダメですよね。で、さっき6ラウンド目復活しない。今日なんか専業っぽいのすげえ多いな。ほぼ狙い台取られた感じ。あ、いやこっから結構増えるんじゃないかな。でここ並び順だし、今後でもがっついて俺らが早く並ぶのもあれかなって思うし。俺今日4時半ぐらいに来てんけど、うん、抑えられたからな。今俺の無双する24ぐらい待ってる。で他にもバラエティに結構当たりあったりとかで、ちょっと落ち着いたところで移動しようと思ったらタッチして抑えられちゃって。あ、そうなの。打つ台ないなと思って戻った漆黒に。だいぶメリハリがすごいな今日。うん、メリハリがだいぶある、目に見えてメリハリがすごいな。うん、今のところ俺のダイモン完全な細かい回転数は後で出そうと思うけど、今出しちゃう。23は下回ってないですね。あ、そう、素晴らしいね。超丁寧に持ってるから。オーダー超プラスじゃん。45ブラぐらいでやばすぎやろ。しかも好感度、好感度ってのはこう好きに感じるっての好感度マックスに近いから、昔のプラス5とこの好感度マックスのプラス5の価値は全然違うから。全然違えよ正直。そろそろ誰かに代表らないとな。いや、やばいねこれ。しかも目に見えてわかる。目に見えてわかる。本当ちょっとメンテナンスよく、妖精さんのお仕事よくわからないって人はでもわかるよね。うん、もう勉強にもいいと思う。たとえ仮にそのいい台が取れなくても、あ、ちょっと違うって違いが分かってくるとものすごくパチンコって面白くなるんですよ。それをね、分かっていただけたらいいなと思って。俺が押さえた無双3もさ、なんで開いてんのってレベルやったの。多分ね、その前までずっと埋まってたの、開かなかったの、あの2台。まあ、多分 U タイムあるからってのもあるやろうけど、そう、それでもなんで開いてるか分からんレベルのものが開き台やったから。うん、そう。あとスロットの高設定と違って開くんだよね、いいのが。今本当に開くよパチンコ。だって漆黒も結局いいなって思った2台、何台か人変わってるし、まあ、抜けたらやめちゃうからな、みんな。もちろんね、お店はほら利益も取らなきゃいけないから、どっかで利益はいただくことになるけど、無双なんかはどれ売ってもほぼ満台やったからな。あれ、ちょっと無双初代は座れんかったな。あと沖縄方すごいね。すごいな。あれ宣伝する必要ねと。だって横目で見てもわかるもん。じゃあ戻りましょうか。じゃあ頑張ってください、終盤戦も頑張ります。はい、3000発打ち込みで288回転ですね。24ぐらいか。やっぱもう鳴らしても21とか2にはならなそうですね。ここまでしっかり回ってくれてればムラがあるとはいえ。うおっ、2段階いった。しかもごめん、俺にわかだからこのボタンバイブが必ず崩れてるから実は知らない。でも 50% なのは知ってる。で疑似練しないのも覚えた。タイマーつけよ、タイマーつけよ、どっか行くなよ。 OK。 え、なんでそんな短いの。ってことはリーチ後になんか来る。おお、コキーン、ドーン。おお、ここでゲージするのか。これは激安。 OK、 これは足りたぞ。1、2、3、もうあと1秒長ければキセルだったんですけど、いいねいいね。でもキセルがなくてもケージのシルエット、ケージエルミは出るだけでチャンスなんですよ。青でいいです。赤だと熱すぎる。ただケージ出てきて、ケージ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 出てこれ、計算やった。ケージがケージ登場かガセだってことはちょっとやばいな。え、これ外れんの。赤タイトルになってやばいやばいぞ。あのバイブは必ずくっつくのかな。リールロックの時ってくっつかないとしたらボタンバイブは大チャンスなんだけど、6割強あるからね。どこら辺だっけ、ここら辺だっけ、強ロング来るの。ここだ。まだ可能性は広がった。なんとかなるかも。ギリギリ首の皮1枚つながってるレベル。 OK、 1個赤チャンスアップ1個出た。
あ、刑事のシルエットも来たね。で、後半の方でももう一回出ることがあるらしくて、そこで赤が出たら鬼やつらしいんだけど、見たことがございません。あとはドデカ文字が来れば、あれ、シュメ覚悟がドデカ文字だったはずなんだよ、確か。ってことはドデカ文字はなし。どうだ、怖い怖い、やった。ドデカ文字がなかったらちょっと不安だったけど、熱かったね。あれ、歌流れてね、これ歌流れてるよな。流れてたら確か行くんよ。流れてるよね。ほら行った、ほら行った。あーあー、真剣。常温に比べて保留変化がしにくいなってイメージがありますね。だから点滅保留が出ただけでもちょっとチャンスです。ただ点滅保留が出てくれないと話にならないモードっていうイメージもあります。ただ今は先読み出てるけど、多分ガセる。え、ガセなかった、すいません。今4回先読みしたので天敗は濃厚7じゃないか。もう一個後ろの図柄だったら当たりだったのに。オッケー、赤タイトルが出た。一応3、赤タイトルは 36% ぐらいなんですけども、当たるときにキッズの一つなんですよ。で、こうなると赤鎖が来た。赤タイトルか赤テロップがないと赤鎖って来ないの。これは言ってほしい。よし、さすがに行くわ。今内容がすごく良かったです。多分赤タイトル、赤テロップ、赤鎖だと大当たり濃厚だけど、それを否定するために白を1個出してくるのね、刑事って。だから今のチャンスアップは結構理想的なの。タイトルかテロップが赤に変化して鎖が赤ってのがすっげえチャンス。多分赤対赤テロップ、赤鎖は濃厚だと思うよ。見たことねえし、外れたらごめんね。今ね、 SD カードが満タンって言われたから変えようとしてたらなんか来た。あー、チャンスアップ。赤帯が赤テロップがないと赤鎖来ねえんだよ。ただまだ落ちてなさそう、リーチになってるから多分ね。あー、でも赤鎖出た、5割たこ。あー、赤鎖だけじゃダメか。やっぱ赤2つ必要だわ。よし、メモリーカードチェンジ。うわ、タケタケさんからお守りもらった。1年経ちましたら東山へお返しください。カツオ寺っていうのかな。お祈りしてきてくれたらしいです。ということで早速封を開けて、勝てる気しかしねえ。お、生緑、タイマー来いよ。こうね、生緑なのに。生緑は俺大好きなんだよ。大チャンスだと思ってギジって。ちなみに1万5500って絶望的に見えるけど、甲状腺って割とこれでもしのげちゃうの。例えば三国志におけると新僧城を守ってた各所って武将がいたのね。そいつが千人の兵隊で諸葛亮孔明率いる武将軍隊を2万5000かな抑えたっていうのもあるし、割と城攻めって大変なのよ。まあこれはダメだからいろいろ話してるんだけど、刑事も出ないでしょ、分かってますよ。生緑がこれさ、ショートで当たった人いる？当たんねえかな。まかり間違ったあんじゃねえの、こういうぐらいなら。行かないか。あ、これ開くでしょ。うっそー、生緑が。生の緑ちゃん、初恋の緑ちゃん、生でやりたかった。はい、新規入賞で赤。よし、疑似連か、悪くはない悪くはない。一刀両断疑似の方が来てほしい。よっしゃ、緑保留、ガセんの。これで疑似さんですね。 OK、 あとは金系が欲しい。これ赤だよね。なんで分かんない分かんない分かんない。何が起きた。これリーチ後も強い、リーチ後一気に強いけど、で襖が閉まった後、襖がちょっと閉まってるのが長ければキセルが来ます。 2.5 秒で開いたらキセルは決まらなくて、 3.5 秒でキセルですね。で激リーチ後の激圧は 80% ぐらいあるんだけど、実はそこまでが足りてないんですよ。
一刀両断は出たけど金景がなかったじゃない変動中だから激アツなんでこれ出たなんでこれ出たパターンだったからキセル来ねえかなと思ったらやっぱ来なかったよなんだよこれさっきからシグハグだな強ロングに行ってくれればなんとかなる来い来ないいやーダメか赤カットインで最後のチャンスアップとしては強いんだけど押し切れるかないや無理だと思う当たってほしいけどおいったよかったちぐはぐだったけど当たってくれたただ今のは外れておかしくなかった悪魔の血悪魔の股間を乗りこなせやったーあーあーあただ側転落しなかっただけムカつきゃしねえかなこれ結局通常時の乱数もあ紫セリフで2回やったこれ大丈夫これ大丈夫これ負けないはず縄文行くでしょ嘘いや大丈夫なはずあのマックスのケージのタイプでいうとホラ2回以上って敗北否定だったので紫コメントもあるからこれは内容的にめちゃくちゃ強いですまず大丈夫ですはいどーんね竹竹さんの拍手が竹竹を守りすげえボタン頼むオッケー縄文掘りこれで縄文到達の方向赤だったらもっと良かったけど赤だったらもっと良かったでもこれでもチャンスはチャンス頼む赤セリフ紫悪くはない悪くはないほら2回以上1回かよアップこれアップオッケーアップオッケー縄文到達の方向は普通炎はあ出ねえあ緑炎がぼちぼち焼くもの出ねえカットイン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 出ないじゃあ赤ボタンダメくせやったこれがリンケージの気持ちいいパターンやっぱ落ちてなかった47回転目ジャイロ様なめんなよあいいね紫あ当たってますアップはいオッケーで岩部が来たらもっといい大丈夫です大丈夫です紫で今ケージもアップになってましたケージのほらねマックスのケージで転落否定だったものはおそらく今回も101回転目以降は転落を否定すると思ってますこのモードは予告云々よりリーチ上のチャンスアップの方が大事ですリンケいけやっと誰か来て誰か来てただこれで90回転で2回目のリーチまだいっそおやったーこれで2万発オーバーああまあ十二分にレンジャーしてくれましたちょっとイスパニアはまた予習しておきます自分で恥ずかしくならないやらせといてそれをないやということで結果発表いきたいと思います投資500円ですよこの僕が回収が21,278玉プラス82,500円のホームランでございますもうね差し入れもホームラン出玉もホームラン回転率もホームラン大満足でございます回転率の方は最終的にはあの使った球とかを見てって感じ 24.2 でしたねあれだけ回るとしっかり止めてしっかり止めて丁寧に打つともっと回せるようになるんですよいやー楽しかった僕が前回来たのが3月8日今回3月18日これがキーワードでございますね僕わかんないまあ何かなんか8がワードらしいよ、うん来月の4月8日も、うん、なんかありそうだねということで8に注目してご来店ください大阪これで連勝このお店負けなし相性がいい次回も楽しみでございますではまた次回お会いしましょうさよならお疲れ様ですお疲れ様ですここあまり言って払わないのかな無理やろお前の今日の片分で払えボーダープラスばっかり打ちやがって来店の喜びを知りやがってしちゃったじゃあ乾杯といきましょう、お疲れ様でした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 君は何をされてる方なのまたメガネいらないって言われるからそれはちょっとね痛い痛い
ちょっと大阪の人ってなんか優しい人なの。今そのお子さんに手振ったらその親御さんがでもみたいな感じで、やっぱ関東だとねちっちゃい子を連れてても声かけにくい、可愛いですねとか言うんだけど、関西だとすっげえ声かけやすい。ああ可愛い、ああ可愛い、ぼやー、こんにちは、ぼやー。俺子供超好きなんで、公園に行って、あと子供ほら幼児連れて散歩してる人とかいるじゃないですか、あの保育士が。もうそれ見ると眺めちゃって、で早く俺と目が合えよみたいな感じで保育してると、それで幼児が入ってくるからそこで早っつってやると幼児もこまえてくるとやっぱ早っとやってくれる。でそこで保育士さんが、あだまーつって、はいですねつって、それでよく白の糸をしてパワーをもらって。あ、はい、全部分かってる。分かってても、かきくけこ、かきくけこ、あきとし、さしすせ、ほら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 、やめろ、なんで言うのそれ、お前、それは言わないで、それあかんの、やめろ、やめろよ、やめろ、セックスわかんないでしょ、いや、わかんないもんじゃなくて、セックスの喜びを知りやがって、いいとか。じゃあ、竹田さん、今日もごちそうさまでした。ごちそうさまでした。竹田さん、ごちそうさまでした。